アメリカ横断のために皆さんのいいねをよろしくお願いします。エグジジャックの凌介です。マメです。来たな、これ来たな。ここどこ？これはブルックリンハイツピッツェリアっていう店に今来たんですけど、なんやそれ、なんやそれと、なんやそれ、まあ、今から僕らね、史上最大のアメリカ横断チャレンジをしたいと思います。チャレンジ、アメリカで大食いとかね、いろんなものに挑戦したいなって、たまたまね、きっかけがちょうどあってな、たまたま昨日ね、いろいろ調べとったら、このテキサスのね、周辺でいろいろ大食いができる場所があると。やばいこれ、なんかめっちゃでかいピザの大食いがあって、うん、これ二人で挑戦できそう。あ、マジで？見てこれ、12パウンドピッツァって、めっちゃでかいやん。めっちゃでかくない？やばいな。12パウンドって 5.5 キロやん。これ46ドル、うん、あのね、46ドル。これがいいのは一応ね、まあ、ないと思うけど、うん、俺らが失敗した時せえへんやろ。せえへんよ。せえへんけど、お店に迷惑をかけないために、うん、これピザが45ドルやから、うん、ここは食べてただ無料になるんじゃなくて賞金が稼げます。よっしゃー。これ食べたら全部で200ドルか。200ドル。この200ドル必ず欲しいんで、絶対に食べきたいと思います、うん、もう死ぬ気になれば何でもできるっていうのをね、うん、ちょっと体と気合で見せていきたいと思うんで、僕小食で、まあ凌介大食いなんですけど、ね、おい、やめてもハードル下げてくんのよ、うん、頑張っていきますね。楽しみください。よし、やってくるぜ。ここや。ピッツァチャレンジ予約済み。ハムとベーコンですね。うん、そうそう。そうです。スモークハム。スモークハム。ベーコン。いやー、待って、気合いきたな。いや、気合い入れるっすね。これマジ食わんと、食わんと払わんといけんから。食うやろ。45ドル。絶対行こう。If you guys have any questions, just let me know. はい。とりあえず立つな。今ルールがちょっと説明されて、立っても動いてもいいと。ただトイレには絶対行っちゃう。あと1時間以内で食べきる。これどこで売ってんねんって感じやな。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。うわ、来た。うお。やばい。来た。マジ？うわ、嘘でけえし。じゃあこれ思ってた以上にでかい。思ってた以上にでかい。やば。あれやこれ。やばない。俺の顔がこんぐらい。やばい。オッケーオッケー。しゃ。よっしゃ、頑張ろうぞ。大丈夫だ。問題ない。Ready? Yeah. Yep. Ready. One, two, three. Go ahead. よっしゃ。オナ。シェイクね。いただきます。Good luck.Yeah, thank you. いただきます。うまっ。おいしい。うまい。これこれ一つが多分ランチぐらいのな。ほんと何分で何個食べなくて。味はめっちゃうまい、うん、やっぱパンやからめっちゃ太いもん。想像の 1.5 倍だな。ハムの味にしたかな。あの巨漢のアメリカ人でも難しいやつ。それはすごいな。アゴがめっちゃ痛い。やばい。チーズすごいね、これ。舌噛んだとこめっちゃ痛いし。
つ番長やん。一番番長くらったやん、どうせアメリカ人もびっくりしてます。顎の噛む筋肉なくなってきたもん。ごめんなって楽しい。あーあー、てかうどだ。こんなんなんねんな。大食いって。あかん。苦しい。ジャンボ白だぞ。ジャンボ白。ジャンボ大崎とか。やめてくれ、もう今苦しい時に。フォルムだけやろ。ジャーしかあってへん。わー、これマジきつい。ジャンボスロット30分。あれ30分ちょうど半分やから。いけるなこれ。トッピングが最強に見せてる。このトッピングはアホやで。何も入ってるの。マジで入らへん。マジで入らへん。一回寝たらお腹減るんじゃん。時間が経てば経つほど硬くなる。カチカチでチーズが冷たくて。そんなん分かっとったけど。できない。しゃあ頑張るぞ。ありがとうございます。元気できた。よし元気だな、今。スローダウン。Good luck, guys. Thank you. 声かけてもらうたびに、俺が気がする。悔しいな、これ。俺、ピザ好きなはずやったのに。ピザって何でも食えると思ったのに。ピザ食いたいって時の感覚来い。ピザ食いたいの時来い。15 minutes。よし、すげえ。あと15分。二人になってきた。これかっこいいや。ああ眠たい。しゃあ、来た。おい、ちょっと待てや。めっちゃ増えてるやんけ。めっちゃ増えてるやんけ。ちょちょちょ。何してんねん。めっちゃ食ったんです。Right on time。俺らも戦い終わったよ。半分食べたら完成やったっけ。半分食べたら100キロもらえる。 1.2 キロぐらい食ったな。24ランチ分ぐらい食ったな。味はめっちゃ甘かったもんね。美味しい。ここのピッツァでやっぱチーズとパンがもう腹にたまりすぎる味だね。ここのピッツァはね、もう美味しいねんけど、こんだけピッツァばっかり食べたらあの痛なるな。さっきピッツァ嫌がってんかった。食い切ったやつがピッツァって言えるやつ。こんなにピッツァ食べたら。ピッツァ言うのよ。これあのもちろん無駄にすることはない。ちゃんとこうピッツァ持って帰りたいと思います。テイクアウトで持ち帰りさせていただいて、まあ、ここのいいとこはな、あの食べきれへんかっても次の日の食料になるし、食べきれたら食べきれたで賞金がもらえるっていうね。ね、もう誰もそうせえへんやんな。そうせえへん。できれば俺もピッツァ以外で挑戦してね。ピッツァはランチの時だけ。ピッツァ言うてるやんか。まあそんな感じで楽しかったです。じゃあこれ持ち帰って食べよう。食べます。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you. Very good. Thank you. Bye bye. 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 やむけいで。You too. ああ食いすぎた。俺らの横でやってたさ、そうでかいアメリカ人、うん、俺らより食ってへんかったからな。ね、結構俺ら頑張ってもらえると思う。あ、今まで成功した人2人しかいないらしいっすよ。やばいっすね。2組か、うん、それは賞金出るわ。本当にアホやん。また46ドルになったのにさ、ここにまた45ドルかけて挑戦しに来るアホすぎる。人生そっちの方が楽しいもんな。俺さ、ずっと編集しようや、うん、編集って最後さ、所持金出すやん、うん、もういつも1ドルしか書いてない。1ドル余るのももったいないぐらいだな。そうやな。すごい面白い挑戦ができたからよかったよ。よかったな。でも正直もうピザ結構端っこの方がさ、親分みたいなでかいやつ売って、うん、あいつ最初行ったよ俺、うん、俺最初のもう4口ぐらいでもう無理やと思ったもん。てか俺もう1個食べてもうええわと思った。満腹で今幸せやわ。気温もええ感じだし、
ね。ちょっとここで休憩してから行こうか。よろしくね。